なるほどな。爺様が飯の席にも顔を出したくない理由がよーくわかったよ。うちの親たちにはすっかり幻滅だぜ。金だの遺産だの、よくもまああそこまで大っぴらに。俺の場合はクソ親父に幻滅しきってるからよ。これ以上評価の下がりようがないぜ。そんなの私だって同じだぜ。しかし今夜のには呆れたぜ。心底呆れたぜ。未成年の君たちはご両親に養育してもらってるからわからないだろうけど、お金を得るというのは単純な綺麗事じゃないよ。未成年である今にそれを理解しろとは言わない。でもご両親なりに何かの努力をしていることだけは認めてあげてほしいな。やれやれ、ジョージの兄貴は人間ができてるぜ。ジョージ兄さんは社会人になってバリバリ働いてるけどよ、金とか財産とかそういう話になったら、うちの親父たちみたいに強欲むき出しのハゲタカになれるってのかよ。自分だけの話だったらそんなことはしたくないよ。でも家族や社員、部下やその家族の生活を背負ったら戦わなければならない時もあるかもしれない。私はそんな戦い嫌だぜ。小さまの遺産がどうのこうのなんて話、ヘドが出るぜ。もうこの話はやめようぜ。じい様の隠し黄金がどうのこうの、財産だ遺産だって話は親たちの問題で俺たちの問題じゃないさ。僕も同感だよ。せめて気を利かせて親たちの話し合いを邪魔しないのが子供の務めだと思うね。ちっ、なんだか面白くねえぜ。ジェシカちゃん、どうかお父さんとお母さんのことを嫌いにならないで。理解しろとまでは言わないから、せめてどうか嫌いにならないであげて。わかってるよ。少し放っておいてくれよ。そういえばマリアちゃんはどこに行ったんだろう。多分まだ肖像画の前でいじけてるんだろうぜ。台風はどんな感じなんだろうね。ニュースをやってないかな。
そんなに風は出てなさそうだけど、海の上はひどいのかしらね。天気予報では暴風警報も聞いてたんだけど。キリエさんか。大人たちの積もる話はどんな感じなんすか？この胃の痛くなる話は徹夜で続くのかしら。嫌になるわ。まあせいぜいよろしく。じい様の財産分配についてハゲタカごっこをお楽しみくださいってんだ。最低の気分だぜ。それに関しては同感よ。バトラ君みたいに席が外せるなら私もそうしたいわ。でもそうもいかない。たとえ発言権がなくてもね。パートナーも大変よ。どんな感じなんすか？相変わらず謎の魔女ベアトリーチェの話題で持ちきりですか？まあね、あの人たちはおじい様が亡くなった時の遺産分配について兄弟4人で話をまとめようとずっと密約を重ねてきた。そこへ未知の5人目が現れて話をややこしくしようっていうんだから、穏便な話のわけもないわ。互いを罵り合ったりかと思えば共闘しようってことになったり、夏日姉さんでなくても頭痛がしてくるところよ。ってことは、差し詰め、ベアトリーチはじい様からの資格ってとこですかね。自分抜きで遺産の分配なんて話を勝手に進めてた息子たちに、一泡吹かせたかったんだろうぜ。何者かしらね、ベアトリーチェって。自称してることが全て本当なら、今日まで誰にも知られずにいた謎の人物で、しかもおじい様の隠し黄金の存在を知っていて、その上当主の指輪まで委ねられている。相当に信頼された人物ね。さすがに大きにまたがった魔女だとは思わないっすけど、でも魔女と呼ぶに値する怪人物であることは間違いないっすね。マリアちゃんがそのあたりのことを詳しく話してくれればいいのだけど、みんな小さい子にがっつきすぎだわ。すっかり怯えてしまって、聞けるものも聞けなくなってしまった。あの人たち、北風と太陽とか読んだことないのかしら。確かなのは、マリアがベアトリーチェと名乗る人物から手紙を受け取ったこと。自分で現れて直接話せばいいものを、手紙を託して今もどこかに身を潜めているっていうシャイな怪人物ですけどね。ねえバトラ君、ベアトリーチェなんて人物が本当にいると思う？さあ、あくまでも偽名じゃないっすかね。じい様の代理人としてその妄想の中の魔女の名を名乗ることを許されたとか。ううん、そうじゃなくて、今この六軒島には全部で18人いるの。19人目が存在すると思う？19人目が存在すると思うってどういう意味ですか？言葉通りの意味よ。マリアちゃんに傘を貸した人物は私たち18人の中にはいないらしい。なら19人目がいて、その人物がマリアちゃんに傘を貸したと思うのが妥当じゃない？ま、そうなりますね。ならその人物は今どこにいるの？少なくとも雨が降り出した瞬間には島にいた。そしてその後はどんどん天気が悪化して、とても船なんか出せない状態。となればその人物はまだ島の中にいて、どこかで雨宿りをしていなくてはならない。私たち誰の目にも触れずね。確かに俺たちは
屋敷やゲストハウスの中を勝手にうろつき回ってましたが、誰も19人目なんかには会ってないわけですよね。でもまあ、これだけの広さのある島ですし、屋敷やゲストハウス以外に雨宿りできるところだってあるのかも。ベアトリーチェが自称する通りなら、その人物は間違いなく最高の賓客よ。おじい様が信頼する最高の腹心。そんな人物をおじい様が歓待しないわけがない。お屋敷に迎え入れないわけはないのよ。でも私たちは誰も見ていない。待ってくださいよ、それはちょいと性急な推理じゃないですか。確かに誰の目にも触れてはいないけれど、だからって19人目を否定することにはならないんじゃないですか。何かの理由があってこっそり上陸してずっと隠れているのかも。悪魔の証明ってやつっすよ。いることを証明するのはたやすい。ベアトリーチェってやつが俺たちの前に現れて挨拶すりゃ解決する。でも19人目がいないことを証明するのは不可能っすよ。バトラ君の推理の仕方は悪くないわ。現在の状況では19人目の存在を認めるにも否定するにも情報が足りない。でもね、チェス盤をひっくり返して考えるとほぼ19人目はありえないって断言できちゃうのよ。仮に19人目の人物としてベアトリーチェが実在したとして、その人物は誰にも知られることなくこっそりとこの島に上陸しずっと隠れていた。何かの理由があってね。ならどうしてわざわざ姿を現してマリアちゃんに手紙を渡したの？それは、あ、ほら、マリアも言ってた。メッセンジャーにされたって言ってたじゃないですか。マリアが一番年下で素直そうだったからじゃ。メッセンジャーなんて必要なの？手紙を親族会議の席上に送りたかったら郵送すればいいだけの話よ。4人の兄弟全員に郵送すれば黙殺することもできない。手紙を持参してこっそり手渡す理由がないのよ。確かに、なんだかおかしな話っすね。そもそもベアトリーチェが存在していて、その存在をアピールしたいならみんなの前に堂々と姿を現せばいいだけの話なのに、現れずマリアちゃんという小さな子を通しておぼろげな輪郭だけでその存在を主張しようとする曖昧さ、矛盾。もっと考えて。マリアちゃんの前に姿を現し19人目の存在を印象付けるという点と、にもかかわらず今この瞬間も私たちの前に姿を現さず隠れ続けている点、これらの矛盾、これを念頭に置いた上でチェス盤をひっくり返すの。つまり19人目の人物としてベアトリーチェがいると印象付けたい人物の目論みは何かよ。姿を隠したい人物ならその存在をアピールするわけがない。そして姿を現したい人物なら手紙を託すなんて遠回しをするわけがない。ってことは簡単よ。ベアトリーチェは18人の中にいるのよ。だからこそ18人以外の人物が存在するような幻想を作り出しているのよ。これ見よがしな19人目のアピール。それで得をするのは姿を潜めた19人目じゃない、すでにいる18人の方なのよ。もちろんこの推理は穴だらけ。いくつかの前提がひっくり返るだけですぐに崩れる脆いものだけど、私はほぼ間違いないと見てるわ。
マリアちゃんの自作自演も疑ったんだけど、文章の内容が非常に手が込んでて、マリアちゃんが自前で用意したとは考えがたい。でもマリアちゃんが何者かと共謀している可能性も否定できないわ。おいおい、マリアは9歳のお子様だぜ。誰と何を共謀するってんだよ。しかも愚直で真面目で素直なあの性分だぜ。ええ、私もマリアちゃんの性分はよく理解しているわ。でもだからこそあり得ると思うの。魔女に憧れ、その存在を盲信している夢見がちな少女、そこにベアトリーチェと名乗る人物が現れて魔女だと名乗ったら、彼女はそれを大喜びで鵜呑みにして信じるんじゃないかしら。つまりあの肖像画のごついドレスを着て変装すればマリアを騙すことは難しくないと。その論法になっちゃうと私たち女性陣はみんな疑われちゃうことになるんだけどね。とにかくマリアちゃんが何者に出会ったのか、それの詳細を聞くことがこの謎を解く一番にして最も身近な鍵なのよ。しかしその鍵は少女の心の奥に固くなに閉ざされてしまったわ。みんなが頭ごなしに魔女の存在を否定し、一体その人物は誰なのかと問い詰めすぎた。マリアちゃんは当分大人には心を開かないでしょうね。とにかく鍵はマリアちゃんが握ってるわ。ベアトリーチェが18人の中にいるのか19人目なのか、それを知る鍵をね。マリアは頑固だぜあいつ。